はい、皆さんこんにちは、タートルです。いやー、タートル実はですね、昨日ゴルフで最高スコアが出ました。いやー、100をね、なかなか切れなかったんですが、昨日スコア95というね、奇跡的にね、100を切っちゃってですね、まあゴルフしない人はその100の壁がわからないかもしれないんですが、まあやってる人はね、なかなか100切れないんですよね。これはね、午前中よくっても午後から悪いとかね。まあ今回タートルは午前中42で、あわやね90切るんかなという勢いだったんですが、やっぱ午後からね、まあ生ビールいっちゃったんで、ちょっとスコアがね下がって、まあなんとかね、でも95で回ることができました。ありがとうございます。まあ今回はということで、まあ全く関係ないんですが、ながら腹筋、まあ今は何かをねしながら腹筋をするというね、なかなか筋トレがね習慣になってない人っていうのは、よしやるぞってなかなかなんないんで、まあまずはね、何かを考えながらとか、何かをしながら、何かを見ながらっていう時に取り入れるっていうのが、まあ自然体でね一番取り入れやすいかなということになります。で、今回まあ何かしながら腹筋を2つ紹介します。なので、まあ必ず最後まで見てください。じゃあまずはね、はい、皆さんほとんどの方が持っているスマホ、このスマホを持って椅子に座ってですね、スマホも見ながら、まあもしくは電子書籍とか見ながら、まああとは SNS しながら腹筋をこういう感じでね、足を動かします。この時にお腹に力を入れてないと、足の力だけで足を持ち上げてしまうんで、お腹にね結構力を入れて行ってください。携帯見ながら、背もたれは使ってもいいんですが、使うと体が上下に揺れちゃってスマホ見づらいんで、背中は当てないようにして、ちょっと浅く座って足を動かす。で、気持ち上半身も動くんですが、スマホを見ながらね、集中して、スマホに集中して足を動かします。これでね、気づいたらもう 2,3 分経ってるんで、回数にしたらね、ほんと100回以上やっちゃってるんで、これながら腹筋にしてはね、とってもいいです。で、ポイントは90度よりも足を少し前に出して、足が床につくぐらいまでちゃんと下ろす。で、上げすぎちゃうとスマホに集中できないんで、上げすぎないように、あくまでもスマホに集中して、スマホで何か時間を潰しながら足をね、ぼちぼち動かしましょう。ぼちぼち、まあ気づいたらね、何か時間結構経ってるじゃんっていうぐらい、しっかりスマホに集中してぼちぼち足動かしてくださいっていうのがまず一つです。で、もう一つはスマホ持ったまま足を少し上げて上半身を少し起こす。こういう感じで、これは結構きついんで、まあスマホに集中できないと思うんですが、疲れたら寝てください。疲れたら寝てスマホに集中。ちょっと休んだらまた起きる。で、スマホで何かを検索したりね、ブログ書いたり、調べたりしてください。で、疲れたらまた寝る。で、気づいたらまた起きる。で、スマホをつついてください。で、寝る。っていう感じです。今の2個目のやつは、ちょっときついんで、あんまりきつすぎちゃうと、まあ、要は時間を長く今のキープしちゃうと、もうやる気なくしちゃうんで、お腹がちょっとプルプルしてきたなと思ったら、寝てください。無理をしないで。あくまでもスマホに集中します。で、また気が向いたら起き上がって、お腹に力を入れて。で、ちょっとプルプルしてきたかなと思ったら、そこで我慢せずに、またバタッと寝てください。っていうことで、まあ、今回スマホを見ながら腹筋をするっていうことが、まあ、あくまでものながら腹筋なんで、あくまでも腹筋をしてるっていう感覚になっちゃうと続かないので、スマホにとにかく集中する。気づいたら足動いてるっていうぐらいのね、感覚で始めてみてください。ぜひ、このながら腹筋、みんなで流行らせていきましょう。簡単なので。よかったら、高評価。そんなんやってるよっていう人は、低評価。もしくはね、こういう動画上げてよっていう場合はね、コメントをください。そしたらまあ、参考にさせてもらって動画を載せさせていただきます。今回ご視聴ありがとうございました。タートルの100を切ったという自慢話でした。